どうも、俺たち下龍ですおねじーすラジオラジオラジオなんですよはぁ、あ、ー、そうですか 1>, 1週間経ちましたわしはあなたに一つだけ謝りたいことがあったんですよ何言うさん可能性出てるなんか、<laughs> そういうそうやって俺、俺 <laughs> 俺だけかわからんけど、うん、謝りたいことあるって言ったら、うん、まだ何も言われてないけど一個なんかピラッとしてます。<laughs> <laughs> なんで,なんであれいやこいつなんでイラッとすんねんえっとね、うん、ゲラの最終回を撮ったじゃないですか、はい、撮りましたねあれでね、うん、まあちょっと私の感情の起伏がバーっとあった中で「うん、おい漁俺もうそれ言ったやろ俺が説明した後に一緒の説明すんだ」みたいなくだり覚えてますいや覚えてますよもちろんあれはね 芸人スイッチで言ってるので気にしないでしいなでほしなんですか、ね、<laughs> あれはあれ,いやあれを家帰った後と隆さんあれわしがマジで言ってるって思うかなと思って <laughs> あれは隆イさん家で泣いてるかもなあそ,それが腹立つわ膝抱えて丸まってじゃじゃあのその <laughs> 涙つーって流してるんやろなと思ってううそうやって思ってんのが腹立つわ <laughs> <laughs> で、うん、ほんまに 俺は絶対芸人スイッチじゃないと思くてあ下田多分感情が高ぶってあもうこういう逃げ道しかないっていう <laughs> 不器用なじゃ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 可かわいい緊急脱出をやっとるやろうなと思って <laughs> あでも意味合いとしては緊急脱出やろう多分自分の「どう面白くしたらええんかな」のカードの中に怒るしかなかった。 いやそれを言あもういや分かってる分かってるもう下田の緊急脱出やなと思ってたから俺はああよかったよかったそうそういうことでだからそれはだからむっちゃ助かってた部分あるからだからむしろ逆に言えば本当に俺は逆に芸人スイッチじゃないと思っとってごめんって感じ感情が爆発して緊急脱出やうっていうので違うよあ違うんやわしが感情爆発する時は知ってるやん そんな時タオルなくした時よあれあれはダメあれが私感情爆発してる時なるほどなそうそうそうでもやめろって言ったもんなさでそうそうそうやめようそ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 ういうのはダメだそれだけちょっと言っとこうと思って泣いてない大丈夫いやだからそれが腹立つちょっと目パンパンやその舐めとんが腹立つで申し訳ないえあのちょっと声飛んでます。 あそれそれお前に謝るとかじゃなくて、ね、謝れやわしにじゃなんかない方が悪いみたいにするじ <laughs> 謝ることないのが悪い言うてわしもちょっと飛んでるからなでも俺の方がねちょっとあのだいぶ治りはしたやん、うん、けどまだちょっとやっぱあのボリューム上げるとちょっとかすれるなあほんま、うん、き綺麗な声は出るはあ<ー>汚っ汚,っ汚っ <laughs> ボットンベンジの淵やん なこの子絶対なめれん場所絶対なめたらあかん場所言われてもっとあるって絶対なめたらあかん場所もっとあるよかなり上位やと思うで俺ベトンボンえ何ボンジョミのベッドボットンベジョのうちベッドンボンジョー何それボンジョミのベッドボンジョミのベッドうまそう何がなんぞお前何で食べたなん

トリオときにセリフ少なかっただけでマジで解明されたこれは解明されたでめちゃくちゃ弱いよ龍さんめっちゃ弱いなめっちゃ弱いわしんなら8年前から気づいてたよはいや声細いもんあそういうので分かるんや分かる分かるあとがなったときにその何声の質というかあああの喉やりそうな喋り方してるそうそうそうたういや、 俺っよそれはトリオの時セリフ少なかった解明していった解明された数学や俺本当にだってケントさんにも「いや気づいてなかったの?」みたいな言われて「いやそりゃそうやカラオケ一曲歌ったら飛んでたじゃん」みたいな俺ほんまに思ってたよめっちゃ弱いめっちゃ悲しいほんでカラオケもオンチやしじゃあお前なほんまにホンマにホンマジュリアに「ハートブレイク」しか歌わないからいやあれが9十。 いってんないったないってんな91点な2点までいったよだってプラスプラスで最後の AI がもう AI が「気持ちいい」って言ってアクエリオンやんけそう気持ちいいぐんぐんぐんって上がっていった絶対レインボーの文字やんそうめっちゃ上がっていったからじゃあ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 お前ほんまに意味ないで何があれバーニバーニいやそのあれやんバーあああ音程バーねうん もうずっとさ人参みたいな色パッキカリ出してさこ来 <laughs> 人参みたいなすーごいやあれいいのま一回人参の人参の開かない気持ちよく歌ってるからいいの贅沢さよいやだからマジででも芸人辞めたらわしいや辞めへんね絶対辞めへんけど、うん、そのマジで歌手になろうかなと思ってるも歌手というかシンガーソングライター ほんまそうそうそう,そうシンガーソングライター作詞すんの作詞詞もする作詞作曲めっちゃストレートやろなファンモンの加藤君とバッチバチ <laughs> <laughs> 親友なるぐらいストレートライバルすぎライバルすぎて。 だって今の芸人からそのもっと才能ない仕事始めようっておい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 お前,お前言うよったらこいつゲラの最終回でもいいよったからい<や> <laughs> 最終回でゃ言ってないでい言ってないよ最終回終わりあで言ったらよかったわーっつってそうそうそう,そう、うん、だからこれはねめっちゃいい意味で言ってたよないい意味ちゃうめっちゃいい意味いい意味ちゃうね で本当にやっぱ人間がすごいいいやつでそこが可愛くておもろいけどすごいさえここ振ってこうやってこうやって構成構成そうむっちゃねそう考えるやん最初のボケを最後に持ってってでここつなげてここのつなげてるうちにもこっちから意外と派生して軸はこうで小ボケ中ボケ大ボケ中ボケ大ボケで4分やる。 そう、めっちゃいい意味で「うん、お前って才能ない」って <laughs> <laughs> これ聞いたうこいつわしでめっちゃいいな何がやねんまあねどうせねこれまた見てる人は「お前やろ」みたいななるんやけど<う> <laughs> いやでもほんとにお前はもうねほんとに人間しううセンスやで。 全部考えてやってるからじゃなんかそこも込みでおもろいんかな<然>センスやと思ってやって <laughs> ああ結局最終なんかへーこいでうんこ漏らすみたいなあれも計算やで、ね、おまんま平行くタイミングとかもうわし100分の1タイでピピピピピピ,ピ321ここおもろいな <laughs> ごめん平こいちゃった いやちうやお前さ <laughs> 福岡の1公演目で「<laughs> どうーって出て行って「霜降 <laughs> りですお願いします」って,って<笑><笑>急に霜降ったら「あれうわどうしよううわっああーあーとかって言いながら<笑><笑>そのさ前にあるフットマイクまでこうグって近づいてケツこか片足上げて「ぼ」とかって屁こいてさ,いさむっちゃ滑ってたよ。<laughs> <laughs> 向こうからお客様、ごめんなさい。ほんでさ、その部屋だった、すぐ近く、最前列に子供がおって。子供が、えで、笑ってなかった。笑って。知らん。知らん男の人の部屋、初めて見た。ドン引きして。たお前、やばいなあの、全部掲載。お母さんがさ、こうやって、幸せな家族写真みたいな感じで、椅子座っとって。みんな、子供が。お前。お前。 ごめんね最悪やえあれも全部形勢が, <laughs> 形がバチバチバチとかって部屋鳴らしてさ <laughs> バチバチバチぽうやろ部屋バチバチバチ部屋ってバチバチバチって部屋鳴らして,らして <laughs> 絶対後ろと差しりがこう <laughs>、はい、<laughs> <laughs> なってるやんけ <laughs> で次のやつではさ、うん、急になんかギャーッとかってゲップして来たなって言ったらシュッ マジックで消して右のポケット見てください <laughs> キモすぎるよお客さんに <laughs> 移動さすなとかって <laughs> 俺移動さすなってやんなんあれはもう地方の漫才のつかみで絶対にやります <laughs> 福岡とか沖縄とかほんであのさゲーってやった後に <laughs> この「 丁寧にちっちゃくしてんの？え、<laughs> ここのサイズのだってゲップは隠されへん。<laughs> 勝手になんででかの。このサイズだってゲップだってわあってこのサイズのゲップは隠されへん。なんで勝手にでかしとん？それをきゅきゅうめっちゃ汚いタバつく。え <laughs>、こんくらいでいいんかな？ちっちゃくしすぎか？いやもうそういうことちゃうんよ。こんくらいにして。じゃじゃごめんごめんあの。 本当にダメ出しとるわけじゃなくて、もうもう悲しいわ、<laughs> 逆に俺も本気やと思われたん <laughs> が。これが、やばい。あ、才能ないとかやってる。で、これをいっかてに漫才の3分目くらいに、またゲップのボケが出てきた後、ふと、うん、軸はマジックにして、最後、プリンセス天候。天候悪くて雨、<laughs> 雨の日やったら、今日も天候悪いですね。天候と天候をかけて。 天秤にもかけて。て。途中天天天秤秤秤にかけいつきたるってまたこの「選ぶ」みたいな意味もあるしそういうこと何通りもかけてってことそういうこと才能ないねめっちゃいいねちくしょう違う俺は才能があるんだ俺はあのねそんなやっぱ俺ら二人でもそういうさネタをなんかこう感動させるようなネタを作る才能はないと思うあリュウジさんにはな リュウジさんにはないなこういういわしにもあってリュウジさんにはないもの、うん、まるでねタイタンのね、えー、俺が買ってるん、ね、本当にね。もう俺がい井戸で買ってるカワって感じ <laughs>、うん、ああ全く逆やわ井戸で買ってるカワズシカゴで買ってるコオロギ わしが虫かごで飼ってるコオロギです俺が井戸で飼ってる河津リリ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 リ分リリ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 るリリ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 っリリ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 リなリリいリリ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 リとリリリリろリな。リリ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 リやめよ。リリリリリ やめようっていうかいやもうほんまにそれやからもうやめよでもゲラの最終巻もぜひ弾いてくれ<え>これねっはっきり言って、うん、今日言ってたところなんていうのはもうあもう本当に側道 <laughs> 本当にあんま本線じゃないです <laughs> 本線じゃないな本線はぜひ聞いてくれ本線ましてひどいでもうびっくりした ままあまあ,まあもうええかもうこれはゲ,ゲラを楽しみにしてもらおうかいやそやでああそうやであにそうやでゲラ流れた後にまたちょっと反省会じゃないけどこっちでやろうそれもひどいねってなったらな自分たちで始まった 5W1H もひどいわいや確かにひどいすごいねい裏切り何が<を> じゃま,だまだ放送されてないんからええええ、そんな知らんで放送されてないから知らんで<聞>そこにこいつは裏切り明智光秀です最低最悪お前が田織田信長わし織田信長マジでこいつに裏切られるとは思わないんだお前ずるいわかっこつけんなよわしマジ、ま、こんな可愛かったのにうちで草リー温めて下田さんこれ入いてください,い<や>可愛かったのに秀吉や明智光秀ちゃうやん

実は食べて種だけ飛ばすぜネタは飛ばさないけどな俺喋ってんだろツバがとんじまったその勝負ちょっと待ったもやめお手つきはなしですよ幼稚園長お前さこの前のネタやっとるともさ <laughs> なんかのネタの終わりででお前が一言言っておらる時に、うん、いや何度かう猫が出たもうええよ <laughs> このさ 急に独走するやつなんなん。いや、だいたいの確率で、<laughs> この時猫出てくるよ。お前。<laughs> 猫が出た。うううう ちっね、猫出てこんないたま,にたまに方角わからなくなって走り出す時あるよわしあるなあるほんまに草むらになってな、まあ、それは大体、うん、あのネタが「やば」っていう時よな「<laughs> ウケてね」っていう時に下田がもうどうにかしようとしてくれて <laughs> むっちゃ独走してくれるやけど<う>ほんまに「あーーやばいなこんな店来るかにゃー <laughs> 猫が出たうん?」とか出て、ね <laughs> 弱えわしのアドリブ <laughs> めっちゃヤバ <laughs> っちゃヤバいよなそう本当にもう俺横で見てもうニヤ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 して <laughs> もうええわなんかアドリブがアドリブだアドリブがもうすごいよねい一個も大きいアドリブだうめっちゃおもろいんやけどな <laughs> まあまあ突っ込んでやっとっていう二、うん、人で一個取れるけど嬉しいけどそう,、ね、そうめっちゃおもろいわあの絶対猫出てくる <laughs> バレるって漫才中猫でできたらしいアドリブなんやってバレるってわかるってわかるアドリブでしかないもんアドリブってわしからんようにしてんねんいや俺あの時エゴスしたら最後のしもちゃんのアドリブた面白かったって書かれとったり。めっちゃバレてるやんバレてんねやまあ多分そのネタを何回かやってるネタやったから多分そこの部分変わってたからなるほどなそこの部分変わってたら新しいボケやってならんねやめっちゃアドリブやと思う すっしゃおもろかった恥ずかしい限りでございますいやいいねいや最高やでほんまに悔しいですごそう愛媛のねさっきもさらって言ったけど 5W1H というね愛媛で我々が二人で冠番組が始まりましてね冠番組始まった今ねロケ何回か行かしてもらって1回目だけ放送あったんかなそうそうそう芸人皆さん集まってもらっておめでとうってもねあれ見たけど ほんま純粋に東京の先輩一組だけやったなえダンビラさんだけかそんなことないよあ西田さん忘れてるほんまやめっちゃ俺不安にさせられたやん何やで不安にさせられたって自分が不安になってただけやろ西田さんの欲はとっても不安になった西田さん頑張ってるからいや嬉しいね嬉しいねいやありがたいわ準東京はあの3人だけいやそうやねそれ以外全部大阪の先輩なや 東京は大阪ですあれ、うん、ほんまいやでも、うん、楽屋とか見ても、うん、若干やっぱな東京組と大阪組ってなってんねああなるほどねそう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 なんかその東京組に、えー、大阪組2人くらいおったりして大阪組に東京組2人くら,らいで、うん、計8人8人みたいな感じやねまあ分かれるんかななんか、うん、いや意外とまあそりゃ荒れちゃう その、くつろいでたら自然と寄っていくんがやっぱこう付き合い長い方みたいなのがあるんちゃうだから別にそんなあれあれじゃ意識せんかったら別に一緒におるの俺らも大沢さんとかさあまあ確かにねで和田マンとか全然一緒にんで和田マンにはさんつけへんねんいや和田マンはだってもう和田マンやん和田マンとか一緒に遊んだ岸さんとかさ青山さんとか和田マンとか和田マンちょまじで岸さんとさ あのー、めっちゃうまいと、うんかつ屋渋谷の、うん、連れてってもらってさ、うん、ああそこ行ったんやそう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 、うん、で「おかわりお願いします」っつってわしさっきおかわりしたら「波でお願いします」っつってたのにもっちゃもっこりきてああそこ結構いい感じで持ってくれるから、ね、そうそうそう、うん、でまあでも先輩の前やからちょっと残さずにグッて行ったやあう偉いねそう、うん、パンパンになって、うん、ほんなら岸さんも「おかわりお願いします」つって。 あ波でお願いしますって言って、あ、岸さん、これ、あの波でやったらもっこりくるんで、ショーとかにしたほうがいいですよって,って。あ、いいっつって、波でお願いしますって。バッと一緒真っ赤っぽくて。うん、あ俺食えねえよ、こんなのよ。じゃあまた半分やるよって。<laughs> <laughs> わし、わしもうパンパンになってんのに、お、なんか漬物みたいなので。しかも言ったわけだよ、ちゃんと。言って、ね。波やったら多いですよって。腹立つわ、わしで。 岸さんだささんもワンパ岸さんもとコットンの西村さんとわしの3人で行ったけどやっぱ西村さんが一番きれいに食べてたな、うん、あ,あやっぱそれはな結局それ西村ってさ、うん、あんなにスタイルいいんやなむちゃくちゃえ俺びっくりしたアナウンサーさんやでガいもいいしさ寒すうん寒すいやそうガ <laughs> いもいいところの肩の位置が寒す,すぎたんでいやいやもっとあるやん何が 北島康介と北島康介そのイメージないいややっぱ水泳選手は逆三角やけんあ北島康介かいやそうやで三郎の方がとてもとごめんめっちゃ <laughs> 北島三郎そんな方ないっていうごめんあんな浴衣着てるのにここだけこんなイメージないっていうと誰がされサブちゃん肩幅で覚えとんぞごめんなさい歌やろ歌か予作とか夢人な夢人なあんなんは 先誇り何やお前その「弁算ないみたいな <鳥は S 1> 歌い方 <laughs> 歌いだっすーいやだからさ本当にに何やろ何の話しようとしてマジで忘れた方、えー、だから西村さんああ西村さんはいいねあとあそうや思い出した、うん、岸さんと、うんえー、一緒にお風呂行かしてもらってお<ー>、うん、でその時に岸さんがあの、まあ、タオルちっちゃいタオルみたいなの持ってたんやけど、うん、どんくらいこんくらい <laughs>

ちょっっとこう椅子座てたんよ普通に俺はねお風呂入ってまあそこ結構混んどるとこやってけ外気浴とかできんかったから普通に浴槽の浴槽というか椅子座っててそれでんかタオルをねこの股間のところにこうんか三角形みたいな感じでグッとやっとったんの毛を覆うようにこうね縁取ってタオルでやっててそれを岸さんが俺に。 こう目,目の合図で見せる、うん、俺も目合図来たからあれなんやろうと思ってパッて見たらそれをやっとってちょっと三角形にこういう感じそ、うん、そうそう,そう三角形にこう囲っとったから今もね俺が「プラダプラダのロゴにそっくりやったけん「これ、うん、<laughs> プラダって言ったら岸さんが「お前すげえな」って <laughs> 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 むっちゃ褒めてくれたおもんなそその風呂何それお前すげえなそんなつもりはなかったけど、うん、パッて見たらむっちゃプラだよ <laughs> <laughs> いやでもマジでリュウジさんその才能エくいよなだからわしも遠慮なくいろんなことできるもん なんかわしはマジでピーナッツしか出してないのに、うん、勝手になんかフランス料理みたいにタレとかい緑の野菜とか皿とか全部出してくれてでもそう思ってくれても嬉しいマジで全部味付けしてくれるからありがたいありがたいその中でね、うんえー、この間ね、えー、3人で飯行ってそっちゃんとあいた私がねちょっとむちゃくちゃおもろかったツッコミがあるんですよえ <laughs> 石焼きビビンバが出てきたんですよ 石焼きあれも <laughs> うえってでそのね店員さんがねこれ用意し混ぜますかって言って、うん、お願いしますあれねあの石焼きチーズビビン、ね、石焼きチーズビビンば、うん、で店員さんが美味しかったなあれでこうやってでこのね石焼きのそのなんていうのあのフチねフチ<に>当てて焼き目つけてそうそうそう焦げつけてく ず、ね、ばっとお米つけてそうそうこのまま待っておいてくださいおこげついたら食べ頃ですみたいな、うん、言ってくれたで店員さんがさーってどっか行った時に龍石さんのその石焼きビビンバを見てねうーんわうまそうゲロの美人みたいなじゃあ美人のあんま最悪です <laughs> 終わりお前 <laughs> そのさシマミジンのゲテモノみたいな言いやがってよ。 ゲロの美人島美人はゲテモノかお前 <laughs> <ン>誰が飲むんぞそんなもん美人のゲロみたいって言ったのはすごい面白かったですはいありがとうございます最高でしたねいいちゃいちゃい言い方違うよまた最高です言い方も違います何何ですかえ何、ー、や,やったっけあれでも多分確かに美人のゲロって言ったよな言ってたうんでそっちは食いたないやろってすぐ言ってた、うん、そう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  うわない,あい。あれ、おもろかったな。<ー>思わずメモしてしまいました。<laughs> <laughs> あと、うん、あれもね、俺一個ち。ちょっと待って、はい、覚えてます。その時のやつ。で、その時じゃない。あその時じゃないい。何何、じゃあ、さっき言って。ええー、な、なんかが。遅かって。ち注文は遅。早かった。かな、なんかがとりあえず遅かってんだ。出すのが遅かったのか、なんか、ちょ、焼くのが遅かったのかで。うん で、リュウさんが、うん、めっちゃ遅いっつって「コマ送りの C3PO くらい遅い」って言ってた。<laughs> もう C3PO も遅いのにそれめちゃくちゃおもろかったそれ言ってたなそれ言ってた確かに何か動きとかが何か遅かったんかな何か遅かった何か遅かったよなろ何かを何かは覚えてないあのサウナ終わりやけんさなんかワーンとしちゃったからね龍二さんが覚えてるのは何言おうとしてたやつえだからなんかね下田がなんかそれこそこの前の YouTube 撮ってる時に夜ここに来る時になんかいや あ,のもうあんたが依頼するんだったら嫌いなやつ殺してやるぜみたいなちょっと殺し屋のミニコントみたいな話で「えマジですか?」みたいな「ただし報酬はすごい高い」<laughs> え「えな何もですか?」二十23円だ」って言って俺が「うわぁ前の財布にも入ってるかも」って言った。<laughs> よかったなあれネタで入れたいな使ってない財布にも入ってるかもそううわ俺前の財布に入ってますよたぶんその23円だそうよかったなあれそんなそんな入れていくんかな分からへんなネタうんでもたぶん一発じゃなかなかね確かにそっちゃんにも聞いたらよかったなこのくだりやったどうって面白いってそっちゃんは結構 あの人はもうね時短のない意見を言ってくれるからえなでもまあ「100本ノック」やな言われるわ <laughs> よっぽどええー、やつじゃなかったら <laughs> うわいいけど、うん、まあまあまだまだあると思うから「100本ノック」100本のって意味わからんと思うけど <laughs> あの同じくだりをずっとやっておもろいツッコミが出るまで探すそのネタを作りなさいっていうのを「100本ノック」って言うんですよ。<laughs> だから、<laughs> うん、例えばねネタでこうし、ー、ま、たおばあちゃんでこうやって出てくる登場のやつとかのボケを100個やれしかもいろんなシチュエーションじゃなくて、うん、もうその同じ動きでそれを100本やれってう,、うん、そう 100, 100発ね100本というかノックで言うと100本 <laughs> いやまあ合ってるんやろうなそれが結局ちょっとやるんもありやねありありありもちろんありやねあの人が言うならうん、うん、でもそれこそ 5W1H 我々の新しいやつでうん まあまあ言わんほ、まあ、うが、んうん、いやでもこの言いたくなる気持ちはかるしゃべりたくなるよなそう,うみんなに見てほしいから、うん、ほんまに見てほしいとあるまあ高校校あってわしの中ではねあれなんかこれ漫才もちょっとわしらのやってる漫才の雰囲気も変わりそうやなというか雰囲気というかネタの路線というかああなるほどね 二人とも男でやるけどコントインで女同士のネタにもなりそうやんなのイメージ今適当に喋ってるけどイメージだけメージね。イメージだけで言うと「うん」とかも怒ってだからこう言わん方がええよなとかも怒ってとかも怒って方言かなと思ったからお前んかこの前も何か方言言ってたのまったあそれやまった方言らしい俺は まあ単純にまた間違えたんかなと思ってたからでも意味伝わるからまあまあそのまま言ってたんやけどちゃんと合ってたんやね合ってたんやまったが無理やったびっくりしたえね、ー、まったもあと「からったもん」何それ「からった」ああバック「らて」っていうこう「背負って」の意味やねんけどはあ「からう」とは言うけどな「からう」「からう」「からう」は言わんわ「からう」は言うわ「からう」やわ いやからそれちょっと上に行くと違うんかなだから鹿児島から愛媛に向けてなんか変わったんかもなハンナ・ビンタが若せん違いすぎるやんハンナ・ビンタが若せんちょっと落下性ビンタしたんか <laughs> なあ,あなたは頭が悪くないっていう意味だよ、ね、今あそうなんやじゃおいで<え> <laughs> いやだよこれ。そんな風に言っちゃだめだよ、ね。だめだよ、ね。動かないようにしないで。はい。ここね、麻酔はこ？これで見えないようにするんだ。麻酔はありますか？<laughs> ここは麻酔なしですあ <laughs> <laughs> れ。ちょ、ほんまにマジであんたに言いたいことあんだよ。何？こんな やりすぎ、まあ、こ,これじゃないねんけどマジでさあのエレベーターとかでさ、うん、とか行ってさわしのちくびンキュンってやってるやんわしね乳首がちっちゃいで有名だったのよ、うん、最近ビー玉くらいさ乳首がなんかでかなってる気すんで、ね、お前のせいで嫁にも相談したいやから 最近わし乳首おっきなってないかなっつってうんちょっとおっきなってるのって言われてお前がいじりすぎたせいでほんま俺じゃないでお前は嫁に責められすぎた違う絶対そこで遊んでるやろ違うそこで遊んでるかどうか教えてマジで遊んでないほんまわし乳首はマジで嫌やてええそう だからなんかその <laughs> その夜の営みの時にもね,ね、嫁がねまあやってくる時もあったけど、あ,あもちろんな、やめて！本当に嫌がってて、ほんまに嫌<う>や,やのに、<う>なんか流石がうっつっととかやってくるから体勢ついてきて、こ <laughs> んなブレーカー蹴るチャレンジャこうやってした <laughs> からこんなあこれはブレーカーをしてるわ。<laughs> あれ、ブレーカーやからだからわし乳首の下だけ黒なってるもんお前が触るブレーカーやないか <laughs> だって嫌や,やったのになんかほんまに <laughs> <も>なんか耐えれるようにもなってきてさほんまめっちゃおもろいもんお前にさ こう俺,が俺が何の気なしに乗っとってでこうプンって触ったらさ下 <laughs> 田が毎回さ「危な!」ってこう触っとんの触って電撃が走っとんのに「危な!」「ああくそ!」とか危ないちゃうでもう, <laughs> もう触っとるよ <laughs> ほんまにやめよう俺めっちゃ触ったでほんまにやめようマジのものほんまにいいね いいいねじゃな最高ですよはいまあというわけでねお時間ですかそう今週もまあまあいろいろあってまたいろいろとわし話したいことをメモってたのにそれやでああ面白かったね何やったっけなあれやあと一個あるわ何あの営業行ったやんどこ東村山ああはいはいはい志村けんさんのう志村けさんの町ではないよ東村山行かしてもらってダイヤモンドさんおってねははいいで一番最後さ 俺だとダイヤモンドさんでバーッと帰ろうとしてて車待ってて「うん、あ車来ました」みたいなので「うん、あー行こう」って4人で行ってたさ、うん、あのファンのね、うん、多分そこのイベント来とった女の人がね、うん、その人が小野さんダイヤモンドの小野さんに <laughs> バーッて近づいていって「うん、ねえねえあなたジョイマン行けたに?」って。 違う違う,うあ、違いますあ然違う小野さんも言われたことないけどえ、え、あ、違います違う違、ね、あなた、ジョイマン行けたに違いますめ <laughs> っちゃおもろかったっ一原、ジョイマンさんも一緒やってるなそう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 まあ確かにね、一番最初一緒やってたけどジョイマンさんも十一時ぐらいに帰っててそうもうその時十六時とかやってよね、うん、15時、十六時かそうそうそうそんぐらいやって、でバーって帰ってる <laughs> ねあなた、ジョイマン行けたに

お昼の3時まで5時間でもジョエマンさん最初の朝のやつ終わったらもう次の現場行かなあかんそう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 って楽屋に1万円だけ置いてってくれてこれで出店で好きなもん食べやかっこいいかっこいいで俺そのお礼言うために高木さんと池谷さん両方ちょっと SNS フォローさせてもらってで DM させてもらってやっぱよかったね高木さんは楽しかったねってまたやろうみたいな感じで返してくれて 池谷さんにはあのーね、DM で「うん、あ,のーありがとうございました」みたいな,なんか両方の文章を同じにするとあれかなと思ったから、うんえー、高木さんにはあのー、あれねだっけ<何>エクササイズ あ、ジョイササイズジョイイササズ。ありがとうございます楽しかったです」みたいな送ってで池谷さんには「あの、なんだ俺めっちゃおもろかったです」「なんだこいつ」じゃなくて池谷さんがミスった時に「なんだ俺」っていうのが。自虐みたいなそうそうそうおもろかったからおもろかったですって怒ったらもうやっぱ優しいな返しがほんまに「えっちょっと読むかなあいいよいいよいいよ2人ともマジで優しかったまに。 結構好きになったな結構好きになったで、楽屋はあのーうん、<laughs> 絶対に人が入れない隙間があったんですけど、うん、そっから高木さん出てきました意味わからない <laughs> ここどうやっておったんっていうところから高木さん出てきてめっちゃおった,た高木さんに…あのあれや、池谷さん池谷さん、はいでお疲れ様ってわざわざ X とインスタフォローありがとう、うん、なんだ俺おかわり珍しいなんだこいつ また一緒の時はよろしく、ジョイササイズやってくれてありがとうと、ちょっと面白も入れて。あ、ほんまやな、うん。なんだ俺、おかわり珍しい、なんだこいつ。<laughs> すごいね。のいええー、人や、めっちゃ、これ、これであるべきやなっていう、こう先輩とはじゃないけど。確かにね。こういう優しさも持っていきたいですね。可愛い,い,い,い坊主だ。一生可愛かったやるぞ。<laughs> どうも、ありがとうございまし <laughs> た。<laughs>